今回紹介するのは、すすめ、東大ブラック企業探偵団という本です。このままでは、日本の企業は全部ブラック企業になるかもしれないわ、な、なんだって。これを見れば、一目瞭然、東大法学部三年の春樹、経済学部の真生、農学部のカンタが、隠れたブラック企業を暴き、 眠れるホワイト企業を見つけ出す日本最強ゼミの企業分析ノートノベライズ東大ブラック企業探偵団とは東大に実在する公開情報に基づいて企業分析することで投資すべき企業を探し出す T ・ゼミ演じる投資家で有名な多本兄弟客員准教授監修をモデルにしたブラック企業を摘発し 眠れるホワイト企業を発掘する秘密結社そんなブラック企業探偵団に所属する春樹真央ンタと共に企業業界を徹底的に分析し見た目ではわからないブラック企業とホワイト企業の見極め方などを解説しています著者の大熊氏は T ゼミの立ち上げメンバーの一人だそうで 彼が T ゼミで滝本兄弟客員准教授から教わった企業分析の色はから実践的な内容その方法論が余すところなく記載されております表紙を見てもわかるとおりカジュアルな本で会話形式で話が進んでいくので専門知識ゼロな高校生でもすんなり読めると思います就活生にこそ是非読んでほしい本ですが 私のような社会人が読んでも転職の時にいろいろとためになりそうだなと感じました。以上。興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。